こんにちは、河辺真由美と三姉妹のサニーの玄関先で届いた宅配物を開けるだけのシリーズです。はい、ありがとうございます。はい、前向いてください。はい、よし。さて、サニーちゃん、今日は何が届いたかしら。何ですか？サニーちゃんにちょっと関係あるような、ないような、あるような、ないような感じのものです。はい、では、開けまーす。はい、開けました。これはですね、何かと言いますとですね、Tシャツです。しかも、何のTシャツかと言いますと、1号のキャラクターをご紹介したと思いますが、今1号のキャラクターの T シャツが、すずりさんというところで購入できます。全部で13種類あるんですね。で、その中で、あやさんが書いた、石やんというキャラがあるんですが、その石やんのキャラを、私たちのこの地域といいますか、地元の仲間でみんなで、おそろで揃えましょうということで、買いました。はい、注文したのが届きました。はい、ちなみにですね、いろんなサイズがあるんですが、私はレディースの M を頼みました。もしかしたらレディースの M だとパツカパツかもしれません。あえてそうやって自分を追い込みます。せっかくみんなでおそろで着ようと思ったのに着れないんじゃないですかってなりますね。痩せるしかないということで、あえての厳しい状況を自分に課しました。まあ、それはともかく、どんなデザインかと言いますと、まあ、シアのデザインで、石からこんな感じでいろいろありますね。はい。その中でシアのデザインです。これ、大変おしゃれだと思いますよ。じゃーん。あ、結構大きめ？あ、あれ？サニーちゃん、何、これ石やんの？石やん。どう？サニやん、石やん、という感じですけど。ほうほうほう。あ、結構しっかり、綺麗ですね。この肌触りもいいですし、すずりさんの T シャツ、素晴らしいですね。はいはいはい。ほう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 。素敵。でですね、皆さん、他の方も、全部でいくつあるかというと、私の分、1、2、3、はい、4、はい、5、はい、6、そしてピンクもあります。ベビーピンクね、この色も自分で選べるんですが、この方はベビーピンクがいいという方が1人おられて、全部で1、ちょっとやめてください。1、2、3、4、5、6、7枚シアンを買いました。そして実は私、あともう一つあります。あー、かわいいですね。もう一つはですね、これは、あ、8つです。もう一個ありました。8つ、私に8つです。とにかくあります。はい、それとあと9枚目が一つが、これはデザインが違って、よいしょ。おうほう。これは、ゴマッチソルトさんのです。これは、うちの8と私が兼用で着れるように、大きめの、これ男性 M ですね。男性 M、えらいでかいです。かわいいでしょ、この柄も。ピコ。ね。あら、サニーが見て。これね、確か名前は石様です。ほら、なんかこう、石様って感じですね。で、こっちが、石やんです。石やん。かわいい、かわいい。ね。っていうことで、本当は全部13種類全部揃えたいところなんですが、まずは、あやさんのと、小町ソルトさんのです。サニーちゃん似合うかな？そうそう。なんでサニーがこの関係あるかというと、サニーは山陰柴犬なんです。で、石号は信州系柴犬のルーツなわけです。この人は山陰系柴犬なんです。
だからちょっと違うんですね。山陰芝居には今500頭ぐらい、信州家芝居には60万頭ですから、もう全然違いますね。だから皆さん芝居のといえば大抵が信州家芝居で、信州家も山陰家も天然記念物の柴犬ちゃんではありますが、この信州家芝居のルーツが石郷で、石郷が島根県の益田市の水戸町の出身であることを何年か前に私がネットで見つけて、ほんまかいなと思いまして、いや、私結構岩見重工を自分で調査したり、こういろいろやってたんです。ずーっと取材して回ってて、岩見のことはかなり詳しいはずなのに、なんで私が知らないのと思って、周りの人も誰も知らなかった。それで本当に信州系柴犬のルーツが島根の犬、本当ですかということで、古い文献をこう調べたりとか、いろんな専門家の人に聞き取りをしながら、本当であることが分かりまして、でまあいろんなことをこう、見た目はおばあさんですが、中身はまあ2歳か3歳ぐらいな精神年齢なもんで、興味があったらなんじゃという、まあどっちて坊やって昔ありましたけど、どっちてばあさんみたいな感じで、もう興味があったらカーッと調べるんです。でも普段目が悪くて本読むのも苦手なんですけど、興味があったらピッと見える。で、めんどくさがって、もうとにかくなんかやるのはもうとにかくもうめんどくさいんですよ。けれども興味があることだったら全然平気なんですね。だからもう国会図書館行ったりとか、いろんな各地を、全国各地を回って調査したりとか、いろいろ書いたりとか調べたりとか、もうなんかいっぱいいろいろやりました。そして今はあれから何年でしょうか。今はもうかなり多くの人が、この前も普通に全国放送の動物番組で普通に、柴犬のルーツ、島根の石郷とか、もう普通に出てます。本当に感慨深いものでございます。しかしながら、なぜこの人に関係があるかというと、この人が4年前来ましてね、これでこの人を飼って、ほう、山陰柴犬知らんかったなと思ったら、山陰柴犬は鳥取県の稲葉県と、島根県岩見の石州県からできてると。ほう、島根県に岩見県、石州県っていうのがあった、知らんかったなと思って調べたら、なんとその石州県の石郷というのが現在の柴犬のルーツということが分かる。いいえ、どひゃ、びっくりということで、私の調査、研究が始まり、今となっては、その、水戸町の地元、松田市水戸町二川という地元では、柴犬の里ということで地域おこしをされています。そしてその地域おこしの一環として、去年は、石郷のキャラクターの募集を全国でして、1000件近く、まあ、とにかくたくさん集まりまして、そこで集まった中から、上位13を、石郷、石キャラオールスターズという、でしょ、オールスターという言葉が大変好きで、石キャラオールスターズということで、あやさんのももちろんその13の中に選ばれた次第ということでございますので、一見関係ないようですが、このワンちゃんと出会ったおかげでこういう石キャラも生まれたわけですね。あんたのおかげなんや、はいということで、皆さん今日も貴重なお時間をどうもありがとうございました。それではまた。